試合を終えた選手やスタッフたちは現在こちらのいわき FC パークに戻っていて、そしてこの時間はチームを運営するいわきスポーツクラブの大倉社長と、そして今日もゴールを決めた古川選手に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。今のお気持ちを聞かせてください。そうですね。ほっとしたと同時に、やっぱ設立当初のいろんな人に関わっていただいたので、そこをちょっと昔思い出しながら噛み締めてました。はい。古川選手、今日だいぶお客さん来て盛り上がりましたね。いかがだったですか、今日感想は。そうですね。やっぱ試合直後、終わって直後はあんまり実感なかったんですけど、今こうしてだんだんと実感が湧いてきてる感じはします。